どうもいつもです。はい、今回はですねドラマ、ウェンズデーというドラマがありまして、それの主人公の少女ウェンズデーアダムスの画像を参考にして描きました。で、ご覧のように肌の色と服の色と下地を作って、描いていきました。で、今はですね、肌の色の下地の色の上にレイヤーを新しく作って、で、参考画像を見て感じたままの色を今塗っているような感じですね。で、この色を塗った後に、これからお見せすると思うんですけども、はい、あ、それとですね、色を塗る際はですね、自分は選択範囲がありますよね。自動選択範囲というのがありまして、今回はこの肌の色の下地ですね、そこで選択範囲を作って、で、新規レイヤーを作って色を塗るというような感じにすると、この顔の範囲ですね、顔の範囲から色がはみ出すことなく、色を塗れるので本当おすすめです。クリッピングという機能もありますが、クリッピングだと後々その影とか光とかの色を変化させたい時はちょっと、融通が効かなくなるので、クリッピングよりは最近は自分はこのような選択範囲で、塗った方がいいんじゃないかなと思ってやってます。で、今はですね、先ほど塗っていたものを水彩の中にあるなじ、なめらか水彩という筆があるんですけど、それで、色をなじませているような感じです。はい、そうするとこのような感じで結構自然になるんですけども、はい、でもちょっとやりすぎるとまたね、今ちょっとボケてますよね。このボケ加減を後々どう処理していくかというのも、イラストの完成の出来にちょっとつながるかなと思います。で、最近自分は、エアブラシをよく使いますね。光とか影とかでも、はい、こういったリアル寄りの、絵を描くときはエアブラシが結構中心に描いてます。はい、で、今、右側ですね、右側は光が当たっているので光が当たってるような感じで、で、逆に左側は、影になるので、エアブラシを使ってちょっと影っぽい色で塗ってますね。はい、この塗っている最中も先ほど言ったように選択範囲はそのまま、使っている状態で塗ってますね。本当に便利なので、はい、エアブラシで今もやってますね。で、エアブラシ以外だと自分は水彩で色を塗るよりは自分の場合は、ベタ塗りペンってありますよね。ベタ塗りペンの筆先を変えて、筆先を変えると表現の仕方といいますか、見え方も変わるので、はい、そのようにやってます。
そうですね、口ですね、唇はですね、まずはですね、上唇と下唇が重なったところの影の部分をですね、このように大雑把に、濃い色で塗るんですね。で、その上にまた新規レイヤーを作って塗ってもいいし、またそのまま、色を塗り重ねていくというような感じでもいいので、そのように塗っていくと、自然なその唇が重なってできた影が、表現できるんじゃないかなと思って、最近はよくそのような感じでやってます。で、唇の色も、ね、本当昔だったら自分は赤一辺倒、赤とかピンク一辺倒だったんですけども、最近はこのような茶色とか、影色といいますかね、そういったもので色を塗ったりすることで、唇の表現もできるんだなということが分かったので、そのようにやってます。で、白目ですね、目の白目とかはわざと最初のうちは、これも下地の段階というような感じで塗ってるんですけども、塗ってます、灰色で。で、黒目ですね、黒目はさっ、今見てた通り、洗濯範囲の円で洗濯範囲がつけることができるのがありますよね。あれで黒目を表現して、で、ベタ塗りというような感じでやってます。その方が、やっぱり黒目の丸って正確な円だと思うんですね。で、自分はペンタブレットなので液晶ではないので、やっぱりブレるんですね。なので、こういった洗濯範囲を使って綺麗な円で黒目を塗る方が自分はいいかなと思いましてやってます。で、今白目の部分ですね、白目の下地の上にレイヤーを作ったりして、で、ちょっと黒目のスプレーで塗ってますね。で、先ほどは灰色だったんですけれども、今この黒いスプレーを塗った感じだと、灰色の部分が白い感じに見えてきますよね。黒目もちょっと黒目のレイヤーの上に新規レイヤーを作って、で、ちょっと光のスプレーといいますか、パッと塗って、で、ベタ塗りペンでその光、白い部分をちょんと塗って、で、その光の部分をぼかしてます。少しだけ。で、今回の紙はですね、本当あまり、表現といいますか、もう黒一辺倒みたいな感じだったので、このような感じでやってます。で、左側の顔の左側の部分が、ちょっともう少し暗くしたかったので、トーンカーブを作りたいがためにこのように色を塗って、で、その色の部分を洗濯範囲を取って、で、そこをトーンカーブするというような感じでやっていきました。このようにすると、自分が思うような洗濯範囲とか、手軽にできるのでおすすめです。囲って洗濯範囲するのもいいんですけども、なかなか液晶タブレットの人だと
結構うまく、囲うことはできると思うんですけれども、ペンタブレットを使っている人は結構難しいので、このような方法がいいんじゃないかなと自分は思います。はい。で、トーンカーブですね、やりまして、でこの状態だとトーンカーブの境目ですね、そこがくっきりしているので、そこをまた滑らか水彩で境目をぼかしてます。ぼかすと言いますか、なじますというか、はい、やってます。で、トーンカーブもちょっと濃いかなと思いまして、トーンカーブのレイヤーをですね、不透明度を低くして、このように、濃さを調整しました。で、あとは背景を大雑把ですけど、このように、やりまして、はい、描きまして、で、カラーバランスですね。はい。今回は人物だけをカラーバランスしたのかな。このようにカラーバランスをしていきました。はい。そしてですね、スプレーの、ちょっと粒子が出るのがありますよね。トーン削りですかね。そういったものとかを使って、このように、粒子をつけまして、はい。白でですね。はい。で、それをガウスぼかしするんですね。で、ガウスぼかしをして、で、それを薄めるんです、レイヤーの不透明度。そうすることでちょっと、写真っぽい、画像になるかと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければコメントやまた高評価などよろしくお願いいたします。では。